やっと本題だ。お前らこの数字のあれ、はい、ドラマで今日締めるかどうかだよ。そう、その動画なんです。締める感じは今日は数字をちょっと、はい、社長に、うん、いいじゃん、1月いいじゃん。え、1月これイベントがやってるんですけど、イベントの集客がちょっと見直さないといけないかなっていう。作らしさを伝えたい、やっぱ提案力が弱い。標準パックだよ、お前の意味するあるのに表現できない。表現できないないのも同じだぞ。お前の意味普通やん。予定としてははぁ、すいません、ピーラーを任せて。まあ今愛知開催だと思うんですけど、うん、愛知開催だけだと思うんですけど、うん、東京とか関東方面になって、うん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。本日、中選手さんに会って、はい、ちょっと今疲れてやっと本題だ。お前らのこの数字のあれ、はい、ドラマで今日締めるかどうかだよ。そう、その動画なんです。締める感じ。いや、そういうつもりでは来てなかったですけど、今日は数字をちょっと、はい、ちょっと2023年からの数字を、うん、社長にちょっと、うん、まあそれにあたって、うん、その僕たちもこっち来てまあ3年ぐらい経つんですけど、うん、まあ、いろんな方との交流深めたいと思って、その SNS、うん、そのまあ、今愛知開催だと思うんですけど、うん、愛知開催だけだと思うんですけど、そういう東京とか関東方面になって、うん、僕たち自身もそういう場を作っていろんな方と交流深めるというのは、まあこれは言ってですね、はい、そうです、うん、なんで、俺がやらせて、お前らもまずは本業の数字でしょと。そうです。それを見ていただいて、まあ今日の話だよね、うん、まあだけど、まあ、実際にはお前らの本業っていうのは、そう、数字だから、はい、うん、あ、これ売上、これが、これ映せないのかもわかんないですけど、うんうん、これが一応去年の、まあ、1年間、うちの決算のちょっと関係のあれになっちゃう。2月から1月ね。2月から1月。お、いいじゃん、1月いいじゃん。え、1月これ、すいません。で、一応まあ、売り上げ、1年間の売り上げ、うん、で、こっちが1年間の契約数字、うん、まあ、正直、そのある程度の大台は、うん、まあ、契約自体は、あ、これだな、あ、売り上げ、契約が、契約ですね。契約が経って、まあ、一応目標が達成したんだ。何年で？一応今2年半。2年半、はい、おー、さっき話してたけど、うん、ね、数字もこういう、まあ、あ、いいや、まあまあそこそこいいとこ行ったとはいいんだけど、はい、その桜下っていうのは営業としては数字上がるとるけど、ちょっとこの店舗の状況で部下の教育、まあちょっとまだまだだな。ぶっちゃけ作業室ってさ、愛知県の残りてると思う、俺がおったら、まあ、たまずでさ、いや、お前ならいいんだよ、だからもう今日はね、作業室ドストライク、はい、湘南は結構なんだな、9なんで、個性役で6って、おー、あと1件が、すごい、すごい、あいみつ取られんかったんすか。何件も取った。あー、じゃあ取ったんすか。3社ぐらいかな。で、なんでこれで決めたんですか。見積もりの内容が具体的に細かく書いてあったから、はい、それで。おぉ、チンコ出しておきます。営業としては正直、まあ、案件自体はすごい触れてるわけではないですけど、うん、その振ったものに対して、まあ、決めてくる割合は、うん、まあ、目標としてる6割とかは、うん、まあ、達成できてるのかなっていう。数字的にはどれぐらいやと。学名、学年では、ここ過去最近参加ですか。ここ直近は、直近がそのあんまり案件が触れてないと思うんですね。その会社集客のやつだけをちょっと桜下さんにやってもらってて、例えば YouTube とか、うんうん、そのイベントとかやってるんですけど、うん、イベントの、イベントの集客もやってる、集客で見てもらったお客さんもやってる、うん、イベントの活動自体もなかった。はい、その内容はこっちが考えて、そこにおるだけだってやっとるとか、作業しようと自分で考えて、これぐらい月、はい、例えば5本目標にしてイベントでこれぐらい考えてこれやるとか、そういうことがやってるで、でそれって俺お前が多いのかな、はい、見積もりで、はい、そうでもない、僕が悪いと結構ちゃんとやれてるじゃないですか、はい、まあ、こいつも悪いんだよ、もちろん。最近じゃん、本当に数ヶ月じゃん。そうですね、うん、まあその桜下さんの今
ある程度案件お願いするようになってからはもう言われない、うん、うんうんうん、結果も出してるしね、顔も良くなってきたし、お前なんかですよ、どうなの、まあ、ぶっちゃけはなかなか言えんかもしれない、まあやりてはいきたいですね、まあもっと、はい、全然もっと振ってよって全然振ってくれないイメージがある、まあそれはもうないですね、うん、はい、でもう神経を全部僕に任せてくれてるんで、うん、はい、ただ今現状がその新規顧客っていう方がちょっと数字が少なくなってきてるっていうのがあって、やるっすよ、イベントがやってるんですけど、イベントの集客がちょっと見直さないといけないかなっていう、その最近まあ4回とか人がまあ来ない、広告なしで、広告ありです、なしはさすがにあの何やってるか分かんない、チラシ、チラシ、ウェブページも一緒、ウェブページももちろん載ってます、まあその集客方法、うん、そのいろいろまあ模索しないといけないよねっていうところで、イベントがダメだったらまあ違う手でまあ打っていかないと、まあ、どれが当たるか分かんないじゃないですか、うん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 、なんでそこはまあ桜下さんと話して、うん、じゃあ最近言う桜桜下さん、桜下さん、はい、ちょっと敏感でしたなんでまあ桜下さんとも、あの話して、まあ、結局今の状況じゃあずっとダメでも続けていくんだったら、まあ、うん、はい、まあ、続けて、まあ、今のじゃあ来ない状態をじゃあなんとなく続けていくのもまずいから、違うその集客方法を考えてそれ実践して、うん、じゃあそっちが花咲くんだったら、そうだったことはあったんです、郵便局じゃなくてイベントはあの悪くはなかった、じゃあ真面目だぞ、悪くはなかった、悪くはなかったです、その今まで同じことをやってうまくいかなくなってくる、同じことやってというよりもその回数が多すぎるんじゃない、いやそれは多分ずっと同じ場所だって、いやそれはないです、そのイベント行ったら何がいいの、一応来てもらうためにあの足止め料金、うん、あのプレゼント、ああそのイベント行ったら足止め料金なんですけど、そうです、勝手に値引きしてんの、はい、すいません、そうイベントに行くと足止め料金、そうですね、あのご来場特典、割引券が、はい、ちょっと割引券がもらえる、はい、そうそれ以外の何のイベントは見積もり、この外壁と総合会ってまあ決まって金額じゃないじゃないですか、まあこれだからこの金額っていうふうに決まってないんで、うん、形がない、形がない、うん、なんで皆さんその多くの方ってこの金額が正しいのかって悩まれてる方も多いんで、あ、見えない、見積もり持ってきて相談に来る、来る人もいます、そのこういう金額で出てるんだけど、やっぱ高いと思うんだけどどうなのっていうふうに質問する人もいたりとか、うん、こういうお家だったらいくらぐらいするのっていうので、うん、ざっくり教えてよっていう人もいたりますよ、ね、うんうん、実際みんな相談来る、だいたいお前が多いの、そうですね、お前も全然できてへん、相談来る、はい、相談に乗ってるとは思います、はい、乗れてる、どういう相談乗ってよくあるのが、まあ、こっちだとまあ、サイディングだったらシーリングがありますよね、うん、そこを、まあ、うちがもうシーリング職人さんやってるんで、うん、あのメーターでいくらっていうふうにやると思うんですけど、うん、こっちだと塗装の職人さんがシールやってたりとかして、うんうん、それを一式とか、まあ、何が違うの、何がいいの、そう、ね、何がいい、やっぱりうちはもう専門の職人さんなんで、うん、シールで食べてるご飯、あのご飯を食べてる職人さんなんで、うんうん、やっぱり塗装の職人さんのまあ言い方悪いかもしれないですけど、うん、その片手間といいますか、うん、まあ、一緒にやった方が職人、塗装の職人さんと金額良くないから、うん、それでやるぐらいの、うん、まあ、質といいますか、うん、まあ、クオリティに比べたらもう長いのそう、まあ、お前らさ、そのイベントが面白くないから人は来ないんじゃない、はい、なんでイベントないよ、その質問上げてった方がいいんじゃない、はいはい、イベントの質、わかんない、口コミだな、だって、まあ、そうです、大体とかあれ良かったよ、すごい相談して、はい、私は良かったよ、聞いてこいやって、まあ、なんかうまく言えんけど、それがおばちゃんと言ってるわけかわかんない、言い回しが全然かなって、うん、それって分かるけど、どんだけ言ってたの、職人さんだもんって、こうやって全部シリア毎回やってくるでしょ、片手間じゃないじゃん、うん、はい、何が違うの、何が違う、僕もじゃあ行くつですか、うん、僕は正直そのシーリングでやってる人は
もうシールに対するプライドが違う、うん、重い、うん、その塗装の職人さんってやっぱりどこまで行っても塗装をやるのがメインなんで、シーリングって、うん、じゃあ自分の仕事じゃないって思ってると思うんですよ、うん、正直。なんでシーリング職人さんって、まあ、それを自分 の手の職としてやってるんで、そこに対してやっぱプライド持ってる人が多い。刺さらん、刺さらんすか、刺さん、刺さんと。じゃあ俺だとなんかもっとシンプルに考えるけど、シールドと、だってさ、それでも10年かかるっていう。そうですね、シールでも10年かかるでしょ。もっと難しいぐらい、まあ、守りに関する一番大事なことをやってるでしょ、はい、それが365日毎日やってるやつ。そうですね、はい、一軒の塗り替えだったら月にね、まあ、1棟塗るんだったら月に2日しかないわけでしょ。10分の1違うわけでしょってこと。そのシールに対する仕事が、シールの職人で10年かかるんだったら、塗装の職人がシールマスターしようみたいな、100年かかるんだったら、それぐらい違うだけじゃない。そうですね、そっちの方が刺さると思うんだけど、どう、どっちが刺さった。あとの話の方が刺さってます。今お前俺に気使ってんじゃん。だから絶対聞いてなかった。俺何て言った。10年と100年の話ですよね。それでもどんな仕事でも同じだよ。はい、まあまあ、ね、どんな言葉でもそうだけど、なんかもうちょっと具体性もないし、はい、そこのレベル上げてってすごい、はい、いや俺はそれさ、どういうことじゃねえのって、はい、まあ、どこにそのネタがあるかなと思って探しておいてですね、まあ、これはもう別に言うことじゃねえなと思ったけど、それは俺この間も作クラッシャーに伝えたい、やっぱ提案力が弱い、はい、何でもいいで、ね、標準パックだよ、お前の今見つめられた、はい、じゃあいいんだけど、バズらんのよ。正しいけど、バズらんのよ。なんか俺間違ったかったけど、バズるわけじゃん。だから、あ、すごい子多いよ。あの YouTube の映像があるたまにね、社長のあれで真面目そうだけど、はい、来たらすごいよ。いや、ほんと一回見積もり取って、そう、いや、塗装やるなら一回取って、すごい提案ですよ。あ、でもそのイベントやりてえんだ。そうですね、うん、結局はそのいろんなことにも挑戦したいっていうふうに、うん、まあその SNS 勉強会を主催することで、うんうん、いや今手伝ってくれるだろ。そうですね、はい、ただまあじゃあ次回の開催、うん、例えばこっちでやりたいっていうのはまだ、うん、お話ししてないから。いや、そうじゃん、ぜひさ、これ言ったじゃん。お前そんだけ動画のネタっぽく言っちゃうんだ。どうなんすか。気持ち悪いわこいつ。どういう順番なの。前回の動画でも言ってるじゃん、はい、お前6月19って。そうですね、やってまあいろんな方と会って、まあ、そっから、うん、でも俺本当にいいと思うけどな。でも6月19日に関東、はい、関西、そうです、あのあれ提案な、あれちょっともう一回映してほしいけど、はい、喫茶店でやったじゃん、あれ撮ったよ、多分入ってるとは思うんですけど、だいぶ撮りすぎて、いや、あれ撮ったよね、確かに撮ってました。あれちょっとバーってもう一回映してほしい。あれ結構本当内容的に俺も聞きたいぐらい、はい、ね、コラボは来てとか、そうですね、あのためになることは、うん、だよな、俺あんまり分かってない。マジか、まあ、目標何。目標は何、ちょっと30、あ、聞きねえよ。80、人口何倍の愛知県。10倍ぐらいですか。いや、10倍ですよ、300。自分たちがなんでそれに興味が湧いたんですか。まあそこをいろんな方が来てくださると思うので、そこでのもう本当に何て言うんですかね、1から10人友達増えた、またそこから100、まあ10人12、12人となって、すごい広がりが。それにとってなんかお前らメリットある。まあ仕事増えるかな。今までつながりとかなかった部分をお願いできなかった方々もいるかもしれないです、うん、そこで、いや、それはお前らで仕事頼んだらメリットあるんですよ。メリットあります。なんで、うん、そうっすね、おすすめさん、おめでとうございます。今いいとこまで行っとんの。そこがないんだ、まだ誰。やっぱそこがあるから俺は強い。だから自信満々にわけわからんことを喋れるのは、やっぱそこ、お前ロープで足りてないんですよ。あるのに表現できてない、表現できないのも同じだぞ、はい、だから本当の芯がないから、あくまで芯がないから、はい、まあ、じゃあ、まあまずは数字が
何？まず数字は上がるの？来年いくつやんの？出してみますか。はいよ、一応予定としては、は？すいません、少ないですか？給料アップなし。ちょっとお前初めて嫌な顔したぞ。そうっすか。嫌な顔しろよ。もっと、もっと、そうか。ちょっと、ああじゃない、俺動画で見るとじゃないって。給料上がらんの嫌だ。もうそれ確約されるの、やめるの。ここで確約してそれ OK 出した1年が、はい、困る。契約書書かせるの。20%とか、だから、ね、あれだけど、これで成長して使えるよ、ほとんどね。でも、今日、あの、一人、採用消化ぐらいで。そうですね。そう、何年かかるんですよ、20%で。だからもう決めようか。だから、行くのか、これも。ここじゃん。こいつの方がいいかもしれない、今は。それぐらい覚悟しようもいいんじゃない、はい、自分のも頼んだ方がいいやん。はい。じゃない、お前のどこで生まれたの、稼ぎたいじゃん。いいよ、別にそれで順当に雇ったら 4,50 万になるやいいな、いい。せっかく中小企業に来てお前新規を立ち上げるやったらそういう夢あってきたんだろう。100万ぐらいなんちゃうかって言って、うまくいったら100万ぐらい稼げんちゃうかってもっとやったんじゃないの。そうですね、はい、そう、はい、まず、はい、誓約書書いてこい。最後に、はい、まずいや、最後使ってくれ。ほんとだぞ、じゃリアルだぞ。はい、視聴者の皆さん、横浜店、はい、ザタムの決定しました。すいません。まあみんなは思っとると思う。こっちは絶対こっちは絶対だなって。でもこれでやったら奇跡だな。めちゃくちゃ YouTube の奇跡だな。証拠に残す。そうか、本当リアルな。それでやって、ちょっとどういう覚悟でやってるのかなんですけど、まあ一回1年間楽しみにして、そのメシコマンとか、SNS 勉強会、はい、それも、楽しみにしてます。ぜひ、よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。せーの、また見てねー。